雪きのぎ曲前三幕からなる。女流童話作家のヒロインと、童話ファンの白痴の青年との恋愛劇である。現代風俗の跋扈する時代に、性欲を嫌をする女と性欲を持たない男の恋を、設定し、ロマンチック時代と同等の甘い恋の場面を表現、させている。1970年10月の再演時に、 三島が客席で涙を流しながら見ていたという総話がある作品である。1958年文芸雑誌群像5月号に掲載され、同年5月30日に新庁舎より単行本刊行された。初演は同年7月8日に文学座により第一生命ホールで上演され、週刊読売新劇賞を受賞した。 その後1986年2月25日に新潮文庫より熱帯樹に収録された。構想の母体は三島がニューヨークで見たロイヤルバレエ団の眠れる森の美女終幕のディベルティスマンからの着想である。当初はガツのお庭という題にする予定だったがバラと海賊となった。三島は六名館をロマンチックな芝居だとすればバラと海賊は 主流にずっとリアリスティックな芝居だと述べ、バラと海賊の主題に関わるバラについては次のように解説している。世界が虚無だというのは一つの観点であって、世界はバラだと言い直すことだつてできる。しかしこんな言い直しはなかなか通じない。目に見えるバラという花があり、それがどこの庭にも咲き、誰もよく見ているのに、それでも世界はバラだといえば、 吉ちがひだと思われ、世界は巨毛だといえば、すらすら受け入れられて、天つさえ哲学者としての尊敬すら受ける。こいつは、全く不合理だ。巨毛なんて花は、どこにも咲いてやしない。本曲の女主人公、カエデアリコは、身をもって、生活を犠牲にして、この不合理に、大てきた女である。それが、この不合理をものともせず、世界はバラだと言い切る、少々いかれた青年の、 突然の訪問を受ける。二人の間に恋が生まれなかつたら、不思議である。三島幸をバラと海賊についてまた眼目は、ラブシーンにあるとし、その感情は、新卒で、シニシズムも、自意識も周知も会議も一つの残らずその場から、お払いを荒れていなければならないとして、以下のように、説明している。それは、甘い、甘い、甘い、糖蜜よりも、 この世の一党甘いものよりも甘い、ラブシーンでなければならない。この喜劇の中で、ラブシーンだけは厳粛でなければならない。なぜならこの芝居における人を、笑いはせる要素は全て、それによって、遮血療法のように、現代人の笑いたい、衝動の鬱憤を全部遮決せしめて、もて、ラブシーンの純粋性を確保するために、企まれたものだからである。私はわざと本局に、 悲劇と目打つことを避けた。三島幸夫、バラと海賊について1970年10月に再演された際に三島は、主演の村松栄子に、随分前に書いた芝居だけど、僕はいつも25年は早すぎるのかな。最近ますます、なんて世の中は海賊ばかりだろうって思うよと、語っていたという。第一幕童話作家、カエデアリコ帝の今。第二幕、風帝の今。 第三幕、風邸の同じ部屋での大食卓。バラと海賊は、週刊読売新劇賞を受賞しているが、他の三等の戯曲に比べると、相対的に論休自体が少ない作品である。奥野武雄は、美と夢の創造者が、美そのものになりうるかというテーマが、場違いなところで、一人よがりに出されていると辛口の評価をし、山本賢吉は、童話の世界と現実の世界の、 大時代的な会話が交錯するレトリックを生み出す3、等の基地が夜空の花火のようにひらめいていると賛辞している。ハニヤ・タケシダカは、さながら原子核のごとき微小な現実の一点を捉えて、突レンズの彼方にこれほど拡大して見せた鮮やかな新しさをあえて祝したいと述べている。日華麗光は目覚めた人間風の幕切れのセリフは、 三島ドラマの凄みを聞かせて楽しいと表し、の著名のある日本経済新聞表は肉体性を奪われることでしか純潔な愛は成り立たないかと問うような作者の主題がドキッとさせるような鋭さで浮かび上がってくると論評している。ありがとうございます。